無双剣武術会です。本日はとても爽やかなさつき晴れです。無双剣とは何なのか、今回も対談をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、今日はあの無双剣であの無双舞とか詩とか、まあ、歌ですね、作ってますんで、そのことについてお話をお願いしたいんですが、剣だけどそういうあの、まあ、舞とか書とか詩とか作るわけですね。昔の侍も作っていたと思います、やっていたと思いますが、で園香さんがあの園香副支部長があの前の方の担当なんで、はい、前の方のお話でどうでしょうか、詩とか舞、はい、まあ、舞も詩作も、はい、あのまあ、もっと言ってしまうと剣の時もあの全部同じ心ですね。心、愛の心に誠の心になった時にあのあそうです、ね、文章として、まあ、現れてくるようなんですけれども、あの愛の思いですね、あの3次元での現象と4次元での思いが重なった時に、鮮やかに三次元に現象化するみたいな、ね、そうですね、そのような感じだと思うんですけれども、うん、あのそうですね、よくあの考えてみると、ええ、あのまあ踊りの歌がありまして、ええ、まあ女性だったらあの女性の中の女の中の女で、男性の方だったら男の中の男、武将になりきって、はいはい、あの待っておりますけれども、うん、やはりその際の際に近い思いで試作も、うん、あの行いたいなというふうに思っております。そうですね、はい、こちらも行く向こうも来るって感じですよね。そうですね、その時に、はい、やっぱり3次元で自然な現象として、前も起こってくるって感じですよね。そうですね、まあ、あのまあ、池見翔の方 もう男性的な舞をね、はい、たくさんやっていただいてますけど、はい、舞をだいぶやられて、あのすごいやっぱりそのなんかエネルギーが来ると。ああそうですね、はい、伺ってますけど、そうですね、あのそのまあ歌とか曲の、その情景にこう思いをずっと寄せて、その思いになりきっていくと、まあ、動きや あるいは言葉が出てきたりですね、言葉が、それはまあ歌になるわけですけども、動きはまあ舞になったりですね、まあ、剣になったりするということで、はい、あのそういえば自然になんかあの、自然になんか言葉が出てくるってやりますよね。あ我々ちょっとやってる時に、ね、はい、あります、はい、なんていうのかね、もう自然に口が動いて出てくる、そうですね、はい、そのことですね。あそうですね、はい、まあ、表面の意識というか、まあ、我ならぬ我の言葉みたいなのがですね、現れることはよくあります。なるほど、はい、そこまでいくと面白いですね。また不思議なことですね、これも。やればやるほど、はい、舞もまた、はい、なんかこうぐいぐいできるというような感じですか。はい、そうですね、はい、やった後気持ちがいいと。そうですね、はい、すごい面白いですね。でもね、この舞っていうのはやっぱり、しかも精神の舞っていうのも面白いですよね。面白いですね、面白いですね。はい、あのまあ私自身ももちろん歌、まあ、詩も習ってなくて、あのまあ山本先生にその心持ちとか、あの心を指導にしたあの言葉だとか、あの動きだと踊りだと演出になると思うんですけれども、はい、あのまあいただいてで、あのまあご指導いただいて、踊りもあの、まあ、何々流とかあの習っているわけではなく、あの、まあ、先ほど申し上げた通り先生にあの心持ちからあの、まあ、演出ですね、どのようにこうどのような仕草になると言いますか、そういったふうにはあの習っておるんですけれども。自然とこう無双剣と同じような感じですね。同じようなそれが前になっちゃったような感じですね。はい、同じような感じですね、ええ、はい、やはりこう、まあ、歌
歌、言葉、まあ、話す言葉に近ければすごくいいと思うんですけれども、話す言葉があの愛の思い出っていうのが一番最高だと思うんですけれども、そうですね、行いもまた毎と同様に、うん、あのまあ、優しく、まあ、心は、そうですね、はい、そう強く女性的な舞だったらやっぱり、な美しさとか情けとかね、そうですね、愛とかって表現ですよね、はい、男性的なのだとやっぱり義とか誠、はい、まあ、どんな時でもなすかやるよっていう覚悟とか、はい、心の構えをそのまま表現するみたいな感じですね、はい、そうですね、はい、またこれからもあの舞とか詩とかあの発表しますんでよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。